縛れるね。冬は寒いから味噌汁がうまいんだよね。うまい味噌汁、あったかい味噌汁、これがおふくろの味なんだね。あの人この人大臣だってみんないるのさ、おふくろがいつか大人になった時、なぜか偉そうな顔をするが、熱い味噌汁飲むたびに思い出すのさ、おふくろ忘れちゃならねえ男意気。何おめさんも神奈川は何肌菜の生まれか。そうか、気持ちはわかるが焦らねえ方がいいな。やめろ、あんなまったりもの好きな女なんか何がポタージュだい。味噌汁の好きな女じゃなくちゃ、寝るのは布団、下着はふんどし、ご飯のことライスだなんて言うんじゃねえよ。何パパにママだって、日本人ならお父ちゃんお母さん父上母上と、何金髪、金髪だけはいいんじゃないでしょうかね。日本人なら忘れちゃ困る、生まれ故郷と味噌汁を、なんだかんだと世の中は腹が立つやら泣けるやらが、どこへ行ったか親子子、まるで人情を男意気。ふるさと出てから今年で丸48年経ちますが、いつもおふくろさんの懐を夢見ておりました。思い出すたびにこの胸がキュンと痛くなるんです。思わず涙が出てくるんだな。それにしても今夜の肌のは縛れるね。この分だと宇治の田舎陸前高田の方も相当縛れてんじゃねえか。おふくろさんの味噌汁食い